心の中でイライラしてしまうので、ホルモンのせいですからね。ホルモンが私をそうさせる。こんにちは、不倫解決カウンセラーの川村です。はい、今日はですね、不倫夫に確実に嫌われる話し方っていうことをお伝えしていきたいと思います。というのがですね、まあね、不倫を解決していく中で、やっぱりその夫婦関係の中でね、会話っていうことがとっても大事なんですよ。で、私これね、常々ね、その、夫婦問題を解決するカウンセリングをやってますので、会話に対してはね、ものすごくカウンセリングの時にこうしたらいいよ、ああしたらいいよって、こういうふうに、質問すると、こういうふうな感じで向こうは捉えるので、それは NG だから、これはこういうふうに言った方がいいですよ。言葉は、言葉の語尾とか、あとタイミングであったりとか速度とか、まあ、いろいろあるんですね。会話術っていうのはいろいろあります。で、今私夫婦円満になるための会話術講座っていうのを、まあ、募集はしてるんですけど、宣伝しちゃいましたね。募集はしてるんですけども、その中でももう本当口酸っぱくなるぐらい、会話っていうのが夫婦関係を良くするにも悪くするにもとても大事なことなんだよってことを、まあ、お伝えしてるんですね。うん。で、まあ私もね、こうは今言ってますけども、昔はね、気の赴くまま、不倫夫に対して、まあ不倫、うちの旦那さん不倫してましたから、少しでもそのなんていうのかな、私のことを、気にかけてもらえるような、そんな言葉ばっかり使ってたんですよ。でね、その言葉ばっかり使ってた時もあれば、自分がちょっとこうストレスが溜まった時に、ちょっと自分のその時の感情ですよね、感情の赴くままに話をしたりとか、あと、まあ生理前とかね、まあ、今で言うと更年期とかね、そういう時になってくると、やっぱりこう心の中でイライラしてしまうので、イライラ、まあ、自分の意思とは関係なく、ホルモンがホルモンのせいですからね、ホルモンが私をそうさせる。で、過去のことをほじくり返して、こうなんかぼやいたりとかね、いうこともありました。で、私もこれも本当にもう大反省で、今でも時々反省します。はい。でね、でこれ なぜかというと、もともと女性っていうのは、まあ後でも別の動画でも言ってますけども、過去に生きる生き物なんですね。だから過去のことをほじくり返して言ってしまう、自分の心の調子が悪い時はですね。で、なおかつ私の母親っていうのは、父に対してとてもモラハラ気味 の母親だったので、その言葉を聞いて私は育ってるので、頭の中本当にもうほぼほぼ暴言だらけなんですよね。なので、うちの旦那さんとね、付き合う前っていうのは、まあ、彼氏とね、何かお付き合いとかさえしましたけど、その彼氏たちとはもう本当にもうめちゃめちゃ喧嘩してました。私も言いたいことガンガン言うし、向こうも言いたいことガンガン言うし、おい上等じゃーみたいな感じで、ちょっと柄悪いですけども、そんな感じで私はやってきたわけなんですよ。でもそれっていうのは、彼氏だったら、まあ、うまくいくんですよね、まあ、付き合ってるので、結婚とかそういう感じではないので、それほど結婚ほど近くないですよね。だから彼氏だったらうまくいくんですけども、やっぱりその旦那さん、対旦那さんになってくると、やっぱこれ家族なのでね、その言いたいことを言い合ってると、やっぱりちょっとね、身近な赤の他人じゃないですか、うん、なんかそれでどんどんこう夫婦関係が、特に旦那さんの不倫が分かってからは、やっぱりこう私の心も安定しないので、それでも感情の赴くままに言いたい放題っていうのをやってきました。で、なので多分この動画を見られてる方でね、旦那様が今リアルにね、不倫されてる方っていうのは、そういう状態だと思います。で、私はその気持ち痛いほどよく分かります。でね、でもね、人間ってね、失敗して初めて気がつくのが人間なんですよ。ということは、私もこの失敗、過去の失敗からいろいろ学んで、今こういうふうに話し方をしたらいいよねということを、まあ、改めて思っているわけですね。うん、なので今日はね、この私の失敗を踏まえて、この動画を見ることで、親しき中にも礼儀ありという言葉があるように、会話というのを、旦那さんにね、少なくともこれ以上嫌われないようになるための話し方の注意点ということを3つだけお伝えしたいと思います。早速、確実に、不倫夫に嫌われる話し方3つというのをお伝えしていきたいと思うんですけども、1つ目、これは、まあ、愚痴を言うってことですね。うん、
でこれはね、愚痴っていうのはやっぱりその旦那さんは不倫をしているわけですから、やっぱり心の中にねマイナスな感情っていうのはいっぱい溜まってると思います。でいっぱい溜まってて、それを出せ出せって私はいつもカウンセリングの時に言うんですけども、まあ、出してる速度よりも上からね、この旦那さんの不倫のね、なんかこう携帯触ってたりとか、なんか暴言であったりとか無視であったりとか、すごい冷たい態度を取られたりとかすると、やっぱり溜まっていく量って多くなっていくんですよね、心にですね。なので、あの旦那様がしてくれることっていうことに対しては目がなかなか行きにくい。これまあ人間、それは人間だと思うんですよ、うん、だから旦那さんがしてないこと、してくれてないことばかりを旦那さんにぐち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 言ってしまうっていうものは、これは今日この動画を見たを境にやめましょう。うん、夫婦関係を修復したいっていうんであれば、まず旦那様がしてくれたことに対して、まあ、それがね、例えば10個ね、10個あるわけないんですよ。だって不倫してるし、冷たい態度取ってるし、愚痴ばっかり、向こうが愚痴ばっかり言うしね。だからこっちもそれにつられて愚痴ばっかり言ってたら夫婦関係って良くならないじゃないですか。じゃあ向こうがその気がないんだったら、こっちがそうするしかないんですよね。だからこっちはその旦那さんが愚痴愚痴言う中でも、一つでもね、一つでもなんかここはっていうもの、もうほぼほぼあのなんかあの宝探しですよ。なんか広いのっぱらの中でなんかちっちゃな指を探すぐらいの気持ちになって、でこの人のいいとこってどこなんだろうっていうことを考えていくと、少しだけね、心の中でその思考のチェンジってなかなか難しいんだけども、少なくとも今まで愚痴を言ってるよりはいい夫婦関係になっていくと思います。うん、であとはあのコントロールしないことですね。その愚痴を言うってことにつながっていくんですけども、あの旦那様をコントロールしたくなる気持ちわかるんですよ。それはまた生活すべてですね。だから自分の中で不安に思ってるから、不安に思ってる時っていうのは人をコントロールしたくなるんですよね、うん、だから、旦那さんの生活、例えば帰る時間が5分遅れたとかね、これよくね私のクライアントさんの中でもよく言われることがあります、うん、今日は旦那さんがいつもやったら7時10分に帰ってくるのに今日は15分になったと。その5分何してたんだろうと。いやさ、5分ですよと、こっちから言えばね、5分ですよと。5分でも多分その、不倫をされてるその方にとったら1分が10分ぐらい長く感じると思うんですね。だから5分遅れたら50分遅く帰ってくるような気持ちになることはわかる、わかるんだけども、ちょっと、ふと自分に戻ってきてほしいんですよね。旦那さんは今何してるんだろうと思ってる時っていうのは、もう旦那様に意識が憑依しているので、そっち方面しか考えてないんですよ。だから自分に戻ってきてほしいっていうことは、自分に対して旦那さんが5分遅れたっていうことは、信号にかかったのかなとか、渋滞にはまってるのかなとか、もしかしたら事故になったのかなとかいうことも考えるかもしれないけども、たったの5分ですよと、ね、5分遅れた、怪しいではなくて、たったの5分だけだよっていうことを言葉に出して自分に言ってほしいなと思います。だから旦那様をコントロールするんではなくて、まずは自分をコントロールしないといけないなっていうことなんですね。まあ、これはあの旦那様にこれ以上嫌わないための愚痴を言うっていうことの、愚痴を言う手前の原因とのところを話してます。はい、次2つ目なんですけども、結論を言わない話し方をするってことですね。でこれってね、すっごい旦那さんたち嫌がるんですよ。特に不倫をしてる旦那さんっていうのは、極力私たち奥様の話を聞きたくないんです。いいですか。基本的に不倫、奥さんの不倫をしてる時はね、奥さんの話を聞きたくない。1分でも1秒でも聞きたくないんですね。っていうことは、その不倫が関係になる前の話し方のまま旦那様と話をしてしまうと、これ旦那様から嫌われるもとになりますよね。でその話し方ってどういうのかっていうと、大体の女子がまあ言ったら前置きが長いんですよね。でこれ私も旦那さんから時々言われます、うん、だから何が言いたいんって結構言われるんですけども、まあ、女子にありがちですよね。前置きが長くなってしまう。でこれやっぱりちょっと怖いっていうものもあると思うんですよ。あの自分が前置きをちゃんと話さないと旦那さんが拒否されるんじゃないか、
っていう恐怖もあると思うんですね。だから結論を先に言うっていうことは頭で分かってても、結論を先に言うと男の人っていうのはすごく頭の中で、会話の処理がしやすいんですね。だけども、その恐怖があると旦那さんが、自分が結論を先に言うとすぐに脳が返ってきてしまって、旦那さんと話をしている時間が少なくなるんじゃないかっていう恐怖が出てくるから前置きが長くなってしまうんですね。だから極力そういう時は、あのね、前置きが長くなっても短くなっても旦那様は話聞けない時は聞かないんですよ。文句を言う時は文句を言うんですよ。だからどっちでも同じなので、前置きが長くなるってことはやめた方がいいかなと思います。あとは自分の、意見を言わないでお伺いを立てるっていうことはあまり良くないですね。だから、どういうことかっていうと、これね、男性、さっきも言いましたけど、男性結論を言いたい、結論を先に聞きたいんですね、うん、だからお伺いの話ばっかりをしているとイラついてくるんですよ。どん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 本当にもうね、火に油をじゃんじゃん注いでるように、なんかだんだんこう眉間にこうシワが寄ってね、なんかだらなんやねんみたいな感じになってくるんですね。なのでよくありがちなこの話し方も、この、不倫をされた時の奥様の話し方っていうのは、お伺いプラス自分の意見を言ってしまう。でこういうことは、例えば夏休みにどこか行くっていうことは、あなたお休みの日ってあるの、この日はどうなの、あの日はどうなの、子供たちがどっか行きたいって言ってるんだけどどうなのかなと思って、で私も家族全員この半年間行ったことないから家族全員で行きたいなと思ってるんだけどっていうのを一番最後に言うと、もう旦那さんの中でも、もうイライラになってくるんですよね。それを逆にするんですよ。自分の意見を先に言う、でプラスお伺いを言う、そして最後に二者選択をさせるってことが、これが旦那様が答えやすいイエスノーでね、最後はイエスオアノーで終わるような質問をすると旦那様は答えやすいかなと思います、うん。例えば、自分の意見だったら、この半年間何もどこもね家族で行ってないからどこか行きたいなと思ってるんだけども、あなたの都合はどうなのって、先に結論、どっかに行きたいんだな、家族で行きたいんだな、であなたの都合はどうなの、で、お盆だけど、前半と後半どちらがあなた時間が空きそうっていうふうに言うと、旦那様は前半と後半、人間の頭と一番最後の言葉を頭の中で検索しますから、あの最後のクエスチョンですね。だから一番最後に二者選択、お盆休みの前と後ろはどちらが時間が空くっていうと、まあ、どっちかな、どっちか言ったら前かなっていうふうに答えやすくなるんですね。でも最初のそのよくありがちなね、最初にお伺い立てる、どっか行きたいな、あそこ行きたいな、ここ行きたいな、子どもたちもここ行きたいというのも言ってるんだけどな、あなた私もここをね半年間行ってないんだけどな、まあ、何が言いたいねんと、俺そんな時間ねえだろっていう、この断りやすい状態を作ってしまうということが、その前の話なんだね。お伺いプラス自分の意見なんで、それを逆さまに言うように、頭の中で、組み立てて、自分の中でね、最初はね、なんかこう今までの自分の話し方の癖がありますからそれやっちゃうんですけども、まず一回、あ、これ河村さんがああやって言ってたよなと、旦那様が 1% でも答えられるような質問にした方がいいよなっていうことで、さっきももう一回言いますね。自分の意見を先に言う、でプラスお伺いを立てる、プラス二者選択、こっちとこっちどっちがいいと思うっていうことを聞くと、少なくとも全く答えないってことはないかなって思います。もちろん拒否をするっていうこともありますよ。 100% ではないんだけども、私が言いたいのは確率を上げられるよっていうことですね。はい、次3つ目なんですけども、3つ目は親の悪口を言うってことです。うん、でこれってね、まあ、不倫をねされてる私たち奥様にとったら、このお盆あと正月っていうのは義理の両親たちとあといとこたちと会うじゃないですか。でその時にやっぱり旦那さんってすごい冷たい態度を取るわけですよ。うちの旦那もやりましたよ、まあ、マジで冷たい、もうなんか北極圏ここはっていうぐらい
冷たい態度を取られるんですけども、その時にやっぱり自分のこのプライドですよね、なんか、プライドですよね、私も多分プライドあったかな、あんまり気にしないんでね、その時はね、だけどその時にお母さんに言われた一言であったりとか、自分の心の状態が悪いと、お母さん、義理のお母さんとか義理のお父さんとかいとことか、ね、親戚とかはそういうつもりがなくても、自分の受け取る側の心の状態が悪いと悪口とか、なんか自分に嫌味を言われたとかいうふうに感じてしまうものなんですね。でご両親が例えばその半年間にいろんなことをしてくださってても、ね、くださっててもその時の心の状態が悪かったら、そのことが帳消しになって、なんかされたことばっかり考えてしまうっていうことがあるんですね。でそれを旦那様にぐち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 言うと、やっぱり旦那さんっていうのはやっぱりこのなあかんなっていうふうに思うわけなんですね。でいつもこれ、別の動画でも言ってますけども、不倫してる女性と私たち奥様の最大の違うところっていうのは、旦那様のご両親とかいとこに会える、付き合えるってとこなんですよね。その付き会えるっていうところを愚痴を言ってると、これって不倫女性との、このレベルというか差がね、あんまなくなってきてしまうんですよ、だから、何を言われたにしてもやっぱり嫁奥さんっていう立場ではありますので、そこは、奥さんだからそういうことも味わえるっていうことなんですね。そういうふうに捉えていくと、不倫女性はこういう嫌な思いも、もし仮にね嫌味を言われたにしても、不倫女性はこういう嫌な思いもできないんだよねっていうふうに心の中で処理をしておくと、自分が心がね腐らなくて済むかなと思います。あとは、自分の親優先で、あとは、自分の親だけとかね、そういうことじゃなくて、やっぱ旦那様、自分の親よりも旦那様の親、お旦那様の兄弟とかいうことを、優先して、例えばお中元でもそうですけども、先にするといいかなって思います。はい、ということで今日は、不倫夫に確実に嫌われる話し方3つお伝えしました。まとめますと、1つ目愚痴を言う、2つ目結論を言わない、3つ目親の悪口を言うでした。はい、ということでこの動画では、旦那様、奥様に不倫された時にどうやったら夫婦円満、家族円満になれるのかということを中心にお伝えしております。もしよかったらチャンネル登録、あとコメントの方よろしくお願いいたします。それではまた。